ワールドカップ最終予選をぶっちぎる日本代表を見た海外の反応がこちら。バーレーンをフルボッコにした日本、これで最終予選2戦で12得点0失点、直近4戦で22得点0失点に。日本はアジアでサッカーをイージーモードでプレイしている。日本はアジアのサッカーにとってあまりにも強くなりすぎている。バーレーンは木曜日にオーストラリアでオーストラリアに勝利したが、今日はホームで日本に5対0で大敗した。日本は先週、中国を7対0で破った。日本のチームは本当にレベルが高いですね。相手がバーレーンであることは分かっているが、森保はじめ監督の指揮下で日本はここ数年で見た中で最も滑らかなサッカーを展開している。日本には三笘南の遠藤久保がいるのだ。三笘と久保に加えて冨安と草案もいる。世界で最も規律正しい国の一つ。ポルトガルは日本から学んだ方がいい。ゴミを片付けるために残り続ける謙虚なファンたちに大きな敬意を表すべきだよ。ワールドカップを思い出すと彼らはフィールドの内外で模範を示していた。アジアにはワールドカップ出場枠が7枠しかない。なぜなら、1枠は日本で確定しているからだ。日本と韓国を除くインド、中国、東アジアのほとんどにはサッカーができないという共通点がある。サッカーができないというのは短絡的だろう。22年のワールドカップでの日本は最強だった。日本の強さを疑う者は、日本が中国を7対0で破ったことを知らない。日本がアジア勢の切り拾いしたよ。